善は尽くしたけど。情けない、医者が弱音を吐くなんて。じゃあどうすればいいっていうの。探偵師の動転につながる航路はなくなった。私たち外勤の医者が持ってる薬品と器具だけじゃもう何もできないわ。そもそもこれは医学書に書かれているような病気じゃない。魔音の身に落ちる前兆よ。診療録によればこの人は200歳で運気群に入ったばかりよ。それなのに魔音の身に落ちるわけがないでしょ。ちゃんと見てあげてよ。このままじゃ中央市の判官たちの出番になるわね。魔音の身の症状を見るのは生まれて初めて。なんて恐ろしいの。寿命族の龍女様も来ていると聞いたわ。彼女なら場を収められるかもしれない。早く他の同点から避難してきた患者たちを収容して容体を安定させて。接触は最小限に抑えるよう注意してね。得体の知れない邪水に蝕まれたくなければ。分かった分かった。まったく、地行使は全員出動して一人も残ってないってのに。お前たち探偵士はたったの数人か。残ってないって言い方はおかしいでしょ。ジョーちゃん、この後に及んで口喧嘩でもするつもりか。診察に集中しな。皆様どうか落ち着いてください。地行使総務部からの通達により長楽店の航路を一時封鎖いたします。詳しい情報は官報と皆様の局長に送らせていただきます。体調が優れない方は速やかに地行使の看護にて届け出てください。探偵士の医者が無料で診察をしてくれるはずです。なお皆様にはタンパク米一袋と各種医薬品を支援物資として配布する予定です。今ここで私に申し込むか地行使に申請して後で自宅に配送することも可能です。タイ牧師の球技に問題が起きたそうです。一部の牧者と管制士が同点から逃げ出したようで、中には植物だとか根だとか叫んでいた人もいたと聞きます。一体何があったのでしょう。もしかしてあそこにお知り合いでもいるのですか。心配でしたら逃げてきた牧者に話を聞いてみてはいかがでしょう。疲れているとは認めたくありませんが、確かに12時間も経ったままです。この災いはいつになったら終わるのでしょうか。夢だな。構造士でも問題が発生した。しかも大問題だ。あんたは早く運気群に報告してくれ。なんとか。失礼した。俺は地行使に勤める者。その服装、ラフを来訪した客人か。すまないが、先週に少々特殊な状況が発生した。だが心配は無用だ。この事態は運気群が可及的速やかに解決する。安全のためにどうか外出は控えて、しばらくは旅館の中で過ごしてほしい。埠頭が開放されていればすぐにでも船で聖坂井へ向かうよう進めたいところだが、ここから先の航路は全て封鎖されているそうだ。ところで俺の友人に聖坂の通行証を持っている奴がいるんだが、どうだ、手頃な値段でここからすぐに離れられるぞ。そうか、分かった。俺は公務に戻るが、
気が変わったら遠慮なく会いに来てくれ。そこの兄ちゃん、待ってくれ。長楽天の民と龍女様を助けてくれて本当にありがとうな。忘れたのか？魔音の実を沈めた勇士、俺は目に焼き付けたぜ。天白氏の友人から聞いた。将軍様がラフの危機を解決するためによそから客人を招いたってな。見たところお前たちのことだろ。面倒をかけるつもりはないが、時間があったら地甲市の関河まで来てくれないか。長楽天について話したいことがあるんだ。この龍雲渡しの運搬用の通路は、少しでも変化があれば全体のルートが大きく変わってくる。二人とも道はわかるか？僕はわからないな。私はこっちの方から来たからよく知ってる。私についてくれば間違いないよ。その無口くん、準備ができたら私に教えて。一緒に出発しよう。炭鉱君はラフの人なのかい？すまない、余計な質問だったようだね。僕は人と交流するとき、たまに距離感を間違えることがあるんだ。君の気分を害していないといいが。ああ、何でも聞いてくれ。彼女の名前は師匠。先週妖精から派遣されたばかりだそうだ。僕の知る限り各選手は独立して行動しているけど、運気軍は元帥が統一して指揮を執っている。選手の間で運気軍の派遣が行われていてもおかしくはないよ。礼を言われるほどのことでは。まだ早いし、どこか行こうか。